マローヤ軍オーバーエンガディンは、スイスグラウビュンゲン州南部の地方名。インガワ流域のエンガリン地方の内上流側を指す。中心地はサンモリッツ。マローヤ軍の大部分にあたる。オーバーエンガディンのシルバプラーナコ地理的なオーバーエンガディンは、マローヤ峠付近の村マローヤから北東へゼルネッツまでのインガワの谷筋を指す。なお、ゼルネッツから、 下流のオーストリア国境に至る一帯は、ウンター・エンガディンと呼ばれる。ドイツ語で、オーバーは上、ウンターは下の意味であり、オーバー・エンガディンは、インガーの上流という意味になる。行政上は、マローヤ軍に属する16の自治体のうち南東端のブレガリアを除いた15自治体が、オーバー・エンガディン地方とされる。ただし、ブレガリア自治体は、マローヤ峠を越えて、 東側にも領域があり、地理的なオーバーエンガディン地方と異なっている。オーバーエンガディンを代表する村として、サンモリッツ、ポントレジーナ、シルス、マローヤなどがある。これらの村の多くは、標高1800メートル前後のイン川沿いに点在しており、ベルニナ山系を中心とするアルプスや湖に囲まれている。中でもサンモリッツは、 過去2回冬季オリンピックが開催された山岳リゾート地として国際的にも有名。オーバーエンガディンでは紀元前からの古い歴史と独特の文化が受け継がれており、厚い壁に小さな窓、スグラフィット技法で描かれた幾何学文様やフレスコ画で壁が飾られた美しい家々が立ち並ぶ。主な産業は観光業で、冬はスキー、夏は ハイキングや湖でのウォータースポーツが盛んに行われている。オーバーエンガディンを代表するリゾート地サンモリッツへのアクセスはチューリヒから列車で約4時間、セルマットからグレッシャーエクスプレスで約8時間、ルガーノから定期路線バスのパームエクスプレスで約4時間、ミラノから約6時間。ありがとうございます。